全くの基本からいきます。簡単なやつ。刃物は 99% 刺されると思ってください。 1% のための稽古です。 1% のまずついてくるのに対してまず避けますよね。これは基本ですね。そして次何かしたらこれが邪魔になってくる。これを何とかせんといかんわけですね。まずはそれの稽古ですね。打ってきます。払います。これが第一歩です。打ってきます。払います。これ一歩ちょっとやってみてください。最も基本の基礎こだちご心臓この技術のはい、で、つかもってくださいね。シャキッとじゃなくて、つかをしっかり。しようとすると力の強い人だったらできないですね、はい、ですからこう来たのに対してこれを使うんです。こう来たのに対してこれを使うんです。歯があったらというとちょっとあれでしょうけども、これが来ますね。こう来たらこれを使うんです。でも切れないですか。これで切れるんじゃないかと思って、これをこう刺してきますよね。入ってくる。ここ。あんまりこっちで、はい、自分効きませんから。ですから、
下のに対して避けてこれを使う。で本来ならこのまま倒していくわけですね。まあ倒すまでじゃなくて結構ですね。2つ目。相手の外回りでいいんですよ。相手の外回り。もうちょっと行くか。
難しいんですけど、どこ行ってたっけ、波紋は。波紋はどこだ。はい、波紋あった、ありましたよね。こうやられたの。こうやられたの。ちょっと動いたらスッと頸動脈だから一発ですよね。これの防御。一つ、二つ、三つ。でも一つだけやります。今日は。さあどうぞ。金出す、金出す。もうここについてるわけです。これなら一発でもうパン。例えばそこでやった。スッ、次のこれはこの人に何のあれも与えてないわけですね。こうそれを落とした、こっちの人は何でもできるわけですよね。何でもできる。ここなんです。入ってます。そんで自分が何か動こうとしたときに、動こうとしたら何かスッときますよね。動こうとしないんです。で何かしたら黙って手首のここに持ってくるんです。こっちの方が分かりますよ。ここに持ってくるんです。スッでこれ落とすんです。ダンッと。そしてここでここで落とすんです。これで動けないんですね。これでゆっくりと。あとは沈む。ですからここにこうされたら、この手首のここですね、こう、これをストンと落とすと同時にここに来るんですね。落とすと同時にここの頸動脈を強くやると息止まるんです。強くやると今ぐらいのあれでうっとくるんですね。無理くる。ここの経度の位置ですね。ここを止めて。なんかこれ強くやると息詰まっちゃうんで、そのまま傷つきちゃうんですよね。ここやってもね、ここやってもね、まず首、体だったら首の骨折れるかもしれないんですけど、気絶はあんまりしないんですね。しかし、この頸動脈のここだと、結構効くんですね。ストンってやれたら、結構効くね。たったそれだけで、それがこのここに首当たられた時に、ストンと。で、このままこっちに回す。グイッと。で、これで動けない。まあ、ここまでちょっと、こう持たれたのを、ここ、うん。それで、カクッて。そうです。もうそれだけそれだけ。そんで、カクッてやるときに、こう、ポン。ちょっとこれは静かにやってください。これは静かに。もうあスッとこれくらいでいいですが、バーンってやるとそのまま気絶しちゃう人がいると、もうさらばになるかもしれない。蘇生術がうまくいかなかった。最後じゃあちょっとそれだけ。今日は。あ、そうですね。
から動かない。これ歯を見えないの。この方じゃなくて、いない。